こんにちは、りょうたです。第5回アマンガス大会開催します。日程です。4月8日土曜日の19時半から22時半までに開始されたゲームで、19時20分 YouTube ライブ集合でよろしくお願いします。参加方法はこの動画のコメント欄か Discord または Twitter のリプか DM で参加希望の意思を伝えてください。途中参加や途中抜けはあらかじめ時間指定してエントリーをお願いします。ただし当日の参加人数の状況によってはお断りする場合もありますので、あらかじめご了承ください。締め切りは当日4月8日土曜日19時までです。またエントリーが33人達したら締め切ります。参加人数が12人以上の場合は2部屋以上でやります。競技形式です。ポイント制で行います。参加人数によって部屋数や部屋人数が変動します。2部屋以上でやる場合は各部屋のホストが一戦終わるごとに部屋のチャットでそのゲームの結果を確認し、 YouTube ライブのチャットで報告をお願いします。ポイントの説明です。まずはクルーのポイント。勝利した場合にクルーメイト全員に7ポイントプラス生き残ったクルー ×1 ポイントがクルー全員に入ります。インポスター2人部屋で敗北しても、インポスター1人落ちてればクルーメイト全員に3ポイント入ります。今までの大会とポイントがちょっと違いますのでよろしくお願いします。インポスターのポイントです。勝利した場合インポスター全員に7ポイント、また勝敗に関係なく1キル数ごとにキルしたプレイヤーに2ポイント入ります。ただしインポ2人残ってる状態で5人スタートの場合、最後の1キルは2人に1ポイントずつ入ります。なので最後どっちがキルするとか競わなくて大丈夫です。投票でクルーを追放するとインポスター1人設定の場合はインポスターに2ポイント、2人設定の場合は2人に1ポイントずつ入ります。抜けた場合勝ち点等は入りますけれども、抜けたプレイヤーにマイナス4ポイント入ってしまうので、安定した通信環境でのプレイをおすすめします。抜きによる敗損はなしです。ルールや設定についてです。チャット検問はオフを推薦します。サーバーは当日指定します。チャットタイプはフリーチャットでよろしくお願いします。全部屋共通ルールとして、マップはスキルド、追放の確認はオフ、緊急会議は1回、ボタンクールは今回10秒で行います。議論タイムはなし。投票タイム180秒。移動速度はニーズに関係なく一律 1.25倍。匿名投票オンで、クルービジョンは 0.5、 インポビジョンは 1.75。 キル可能距離はミドル、視認タスクはオフ、タスクバーはアップデートなし。約束は全部出していきます。人数別の部屋設定です。今大会はキルクールもタスクも短めでいきます。11人から8人部屋の場合はインポスター2人でいきます。11人部屋の場合キルク 12.5、タスクが通常にロング2、ショート4。10人部屋の場合、キルク15秒、通常にロング1、ショート4。9人部屋の場合は、キルク 17.5 の、通常にロング1、ショート2。8人部屋の場合は、キルク20で、1、1、2。7人以下の場合は、インポスター1で行います。7人部屋の場合、キルク 12.5、タスク2、1、5。6人部屋の場合は、キルク15の、2、1、3。5人部屋の場合は、キルク 17.5 で、2、0、2。バグが発生した場合です。ここしばらくはないですけれども、まあ一応サボタージュ連続等のバグ発生時は緊急ボタンを押してスキップして再開です。直らなければ敗損。明らかなバグ発生時はキルしないでください。したらペナルティーマイナス4ポイント入ります。通報画面ループ等続行不可能のバグは敗損です。敗損になった場合そのゲームのポイントは全員0点で次のゲームに行きます。ボタンや通報と同時キルで会議終了時に死体が出てきた場合はそのまま続行してください。通報して会議もありです。その他のルールです。スキャン白なしもありにします。なんか対応でいろいろめんどくさいくなるのもあれなので、あらかじめもうありで統一しちゃいます。集計に混乱を招く場合もあるため途中で名前を変えるのは禁止にします。配信部屋でゲーム中に配信を見る他プレイヤーと連絡取るとの勧誘、またはそれを匂わせるような行為は禁止です。もちろんチート等の本来のゲーム性にない行為も禁止です。セデザンペナルティで再度部屋に入室できない場合、端末の時間を進めてから再度入室してください。まあこれも最近ないですけどね。一応当日の進行についてです。当日19時15分くらいから YouTube ライブを始めます。概要欄に各部屋のホストと誰がどの部屋に行くかを記載します。特に配信者の方ホストやってもらいたいです。19時20分になったらテンコ取って、大丈夫そうであればホストに部屋作ってもらいます。19時半になって準備できていれば開始です。もし時間になっても来ていない人がいる場合、今いる人数用のルールに変更してスタートします。途中から入ってきた場合はルールをまた変更し、そのプレイヤーのリレーポイントからスタートです。ホストになった人は公開部屋でルールを設定し、サーバーと ID をチャットに投稿してください。サーバーは当日概要欄に載せます。ホストになった人は1試合終わるごとにクルーインポスターのどちらが勝利か、クルー勝利の場合生き残ったクルーの勝つ、
インポスターフテルベアでインポスター処理の場合、生き残ったインポスターの数、各インポスターのキル数と追放したクルーの数、抜けとペナルティがあればをチャットに投稿お願いします。特にインポスターの方、集計にご協力よろしくお願いします。例えばクルー勝利3人残り、プレイヤー A1 キル、プレイヤー B2 キル、千鶴、プレイヤー C 抜けみたいな感じの報告で OK です。以上ね、 YouTube ライブで確認しますので、あんまりトスになったからって重く感じなくても大丈夫です。その後次の試合開始の合図が出たら始めてください。順位は後日動画にて発表します。それでは参加者応募お待ちしております。